じゃあこんにちは、ヒストリーです。僕はヒストリーのリーダー、キョンギルです。よろしくお願いします。シノブです、よろしくお願いします。はい、グリップです、よろしくお願いします。イジンです。はい、ヒョンです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、雨大丈夫そうですね。はい、晴れ男だから。え、嘘、晴れ男になりました。行きましょう。ちょっと出てきませんでしたけどもね。さあ、メンバーの皆さん、昨日が休みだったということで、はい、何をしましたか。フットサル。あ、やはり言ってた、フットサル。体が悪いです。え、今足が、足が溶けてる。足が痛い。はい、皆さん大丈夫ですか。大丈夫じゃないです。大丈夫じゃない。ドキドキさん、どこが痛いですか。場所は。中が。あ、多分腕とかも動かしたのかな。サッカー。殴ります。結構やっぱタックルとかで衝突するか、当たるから。結構じゃあ本気でやったんですね。大丈夫です。大丈夫ですか。誰が一番活躍上手だったんですか。キョンギルさんが一番サッカー上手。昨日10ゴール。えっ、10ゴール。あ、私たちが勝った。要はヒストリーチームと、スタッフチームでやって、ヒストリーチームが勝ちました。素晴らしい。素晴らしい。でも一応なんか、ね、前に聞いたら、ジャホさんが一番上手っていうのは聞いたんですけど一番面白い。え、それは今、痛いことがないですね。あ、痛くない。痛い。腰痛い。はい、ちゃんとサッカー上手にできましたか。ドギュンのシューティングを、シュート、僕が、任すみたいな。当たりました。あ、なるほど。コメント。マジャッスよ。マグンギャニューゴン、マジャッスよ。私のシューティング。あ、ドーさんのシューティングボールで、ジョーが殴られました。あ、そういうことか。背中にボールが当たったんですね。はい。あ、なるほど。シュート打ったら、それで、昨日はジョジョじゃない。はい。本当ですか。エモさんは何点ぐらい取りました。ゼロ。ゼロ？ゼロ。地方ゼロ。ゼロ守備。あ、なるほど。ディフェンス。守備だ。守備の方か。昨日はね。明日も守備。守備？明後日も守備。これ。あなたは守備。相当守備？昼間で。昼間の守備だ。それも一番前で。一番前で守備します。一番前で守備。攻撃のところで守備します。いや、一番前は攻撃でしょ。はい、攻撃してくださいよ。だから何もいない。なんで、誰もいない。誰もいないですよね。一人で守備します。嘘でしょ。本当に楽しかったですか。よかったですね。でも休みのね時も本気でやるのがね、ヒストリーでございますからね。どうでしたか、イジョンさんは。フットサル。イジョンもゴールしました。あ、なるほど。10ゴールして、はい、何ゴールぐらいしました。どこに乗るの。2ゴール。2ゴール。あー、すごい。王さんも、5? 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 5?
会社が下手です。会社が下手ちょっと分かったですよね。あの、今日僕があのここにね、おはようございますって言ったら、キスのスタッフみんな、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ね、そう、一緒に。はい、両方で、そうそうそう。まあ、起きるとき、はい、みんな痛いから、あ、そうですね、筋肉痛でね、はいはい、痛いから、はい、しおさんは大丈夫ですか、体は。あ、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、サッカーはどうでしたか、フットサルは。あ、本当に面白い、あ、楽しかったです。楽しかったですか、はいはいはい、上手ですか、はい、上手かったです。あ、3点ぐらい。あ、3点ぐらい、はい、
すごいな。うまくないです。でもじゃあ、上手だっけ？上手に、僕は、あ、僕は殴られたボールがゴールで、あ、なるほど、ボールで当たってそれが入ったみたいな。あ、なるほど、なるほど。じゃあ点は入れましたね。点は1点。あ、はいはい、あ、全部全部全部3ゴール全部。あ、3ゴール全部。殴られたボールが、ボールが来たやつが当たってそれが入るっていう。はい、怖くて、おー、閉める、おい、それもすごい。それもすごいですね。そうです。じゃあジェホさんだけですね、ゼロ。1ゴール、1ゴール、僕がゴールデンボール入った。あー、ゴールデンボール、はいはい、ゴールデンボール入りました。嘘ばっかり、嘘ばっかりですよね。ゴールデンボール真面目に話をしてる。本当？真面目に話をしてる。本当？箱前で僕漫才してる。おめでとうございます。これ、皆さん、これジェホさん、嘘ばかりですよね。嘘ばかり。ほらうまい。うまいですか。守備がうまい。守備がうまいのね。守備は本当にうるさい。守備が大事。守備は大事ですからね。ほなおきにほなおきにペスペスペス。ちょっとどういう意味ですか。ほなおきく、ほなおきく。わかる。今日は体じゃなくて喉が痛いです。そっち？喉が。そっちなんだ。今喉が痛い。喉が痛い。大丈夫。大丈夫の声が大丈夫じゃない感じでしたけど。まあまあでもね、そういった休日をね、過ごしましたのでね、はい、これからも日本での活躍で頑張ってもらいたいと思います。さあ、それではですね、今回のアルバムですね、はい、ヒムですけども、どういったアルバムでしょうか。はい、はい、いいアルバムです。なるほど。素敵なアルバム。素敵なアルバムです。はい、はい、紹介してください。はい、紹介してあの、いいし、元気。いやいや、いいよ。いや、やるよ。やりますよ。よろしいでしょうか。はい、ヒムというアルバムでございましてね、皆さんが作った楽曲がたくさん入っておりまして、スペードバージョンとハートバージョン、違うバージョン、曲が入ってるのが違いますのでね、両方買ってください。よろしくお願いいたします。そしてですね、タイトル上のクイーンがありまして、クイーンは皆様のことを言っております。ぜひ皆さん買ってください。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。さあ、そしてですね、ファンミーティングがですね、6月の22日大阪、そして7月の2日山のホール東京でございますけども、皆さん準備はできてますでしょうか。はい、大丈夫ですかね。もちろんです。はい、はい、さあ、そしてでも内容、中身はまだ秘密。秘密で秘密。はい、はい、何があるかわからないので、皆さんぜひファンミーティングよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、じゃあもう一曲いきましょうかね。はい、曲の方よろしくお願いします。ありがとうございます。